マナサス駅作戦の一部として起きた一連の作戦行動である。マナサス駅のほか、ブリーストー駅、ケトルラン、ブルラン橋あるいはユニオンミルズで発生した。この作戦は8月28日から始まった第二次、ブルランの戦いの前哨戦となった。8月26日夜、南軍のストーンウォール・ジャクソン少将が指揮する北、バージニア軍左翼が 北軍ジョン・ポープ少将軍のバージニア軍右翼をサラフェア・ギャップを通って回り込み、ブリストー駅でオレンジアレクサンドリア鉄道を襲い、さらに8月27日夜明け前にはマサナスジャンクションにあった北軍の大規模補給所まで行軍し、占領、破壊した。この吸収により、ポープ軍はラッパーハノック川沿いの防衛線から慌ただしい交代を強いられた。 8月27日、ジャクソン軍は、ユニオンミルズ近くで北軍の一個旅団を崩壊させ、数百の損失を出させた上に、ジョージ・テイラー准賞に致命傷を負わせた。南軍、リチャード・イーウェル少将の師団は、ケトルランで、北軍ジョセフ・フッカー少将の師団と、活発な後衛戦を演じ、合わせて、約600名の損失を出した。イーウェル隊は暗くなるまで、 北軍の攻撃を持ちこたえた。8月27日から28日にかけての夜に、ジャクソンはその手段を、北の第一次ブルランの戦いの戦場に進軍させ、未完成の鉄道路盤の背後に陣を敷かせた。1862年8月半ば、南軍の将軍ロバート・イーリーは、ジョン・ポープ少将の指揮するバージニア軍の補給船と通信船を遮断しようとしたが、 8月22日から発生した第一次ラッパハノック駅の戦いの後で南軍の攻勢が止まっていた。この手詰まり状態を打開するためにリーはストーンウォール・ジャクソン少将の左翼にサラフェア・ギャップを通って北軍の右翼を回り込ませオレンジアレクサンドリア鉄道を遮断し北軍の補給線を止めることとした。ジェームズ・ロング・ストリート少将が指揮する南軍の もう一つの翼はラッパハノック川沿いでポープの注意を引きつけておきその後36時間遅れでジャクソン軍の後を追うことにしたジャクソンは8月25日午前3時に抗軍を始めたジャクソンの動きは午前9時頃に北軍が感知したがポープはジャクソンがシェナンド渓谷に向かっているものと考えたその結果ロングストリートの翼に注意を向けた ロングストリート軍はその日は終日ラッパハノック、川沿いで G 行動を行っていた。その日にポープが出した命令は矛盾が多く、ポープが意図したような川を渡っての攻撃をかけることはできなかった。北軍機兵隊がサラフェアギャップを通ってくるジャクソン軍を認知した時にポープはその軍を川から退かせてジャクソン軍に対応できるように変えた。 ジャクソン軍は8月26日午後にオレンジアレクサンドリア鉄道のブリストー駅に到着し、列車2両を破壊し、全路数マイルを剥がした。数マイル北東のマナサスジャンクションに、北軍の補給所があることを知ると、アイザック・アール・トリンブルの旅団に、機兵の支援部隊をつけて派遣して、その接続点を占領させることにした。トリブルは夜間に行軍した後に攻撃をかけ、 北軍の小さな守備隊を圧倒して300名以上を捕虜にし大砲8門を捕獲した。自軍の損失は4名のみだった。ポープは南軍が夜間にマナサスジャンクションを攻撃したことを知ると南軍を包囲するためにジャクソンの翼に対抗する部隊数個を発進させようとした。バージニア軍を北東のマナサスに向けて航軍を始めさせ、 ワシントン DC にいる文献隊には、鉄道で、西のマナサスに向かうよう命令した。そのワシントンに行ったジョージ・ W ・テイラーと E ・パーカー、スキャボンの旅団が8月27日朝に移動し始めた。一方、ジャクソンは、リチャード・ E ・ウェルの旅団を、ブリストー駅に残して、北軍の動きを監視させ、A ・ P ・ヒルとウィリアム・ビータリア・フェローの師団を、トリンブル旅団の支援に移動させた。 ヒルの師団がマナサスジャンクションに到着したその時、トリンブルはニューヨーク第20砲兵隊に攻撃されていたが、ヒルの支援ですぐに撃退できた。この時、テイラー旅団が列車で到着し、数で劣勢なのを知らずにその旅団を攻撃配置につけさせた。南軍の特に砲兵隊からの激しい放火で、テイラーの旅団は回送し、テイラー自身も致命傷を負った。 スキャボンのニコ連隊も到着して、交代する北軍の後衛を務めた。北軍の損失は、捕虜200名を含めて450名近くとなり、南軍は25名に過ぎなかった。その西では、イーウェルがその師団をケトルラン沿いに配置し、ポープ軍に対して、ジャクソン軍の後衛の役割を務めていた。 第3軍団ジョセフ・フッカーの師団が、まず午後2時半頃にイーウェルの三兵と遭遇した。イーウェルは1時間以上もその陣地を確保できたが、フッカーが事態の大砲を持ち出し、南軍の側面を突こうとした。午後4時を回った頃、イーウェルはジャクソンからマナサスジャンクションまで交代する、命令を受け、うまく、矛を収めることができた。フッカーは、 ブロードランを北に渡す橋が燃やされていたために追撃できなかった。この戦闘でイーウェルは150名足らずを失い、フッカーは400名を失った。ジャクソンはこの時、ポープ軍と近いことを認識し、北にある第一次ブルランの戦いの戦場に移動し、そこでロングストリートの軍と合流するか、状況に応じて北のアルディの方向に交代するか判断することにした。 ジャクソンは兵士たちに持っていけるだけの物資を持たせた後、物資の残りは真夜中に燃やさせ、北への進軍を開始させた。ポープはマナサスジャンクションの火事を見たが、ジャクソンが焼けになっていると思った。自軍には南、東、北からマナサスに進むように命じた。ポープはロングストリート軍が北のサラフェアギャップ方向に進んでいるのを知っていたが、 それを送らせる部隊を派遣することもせず、ロングストリート軍が着く前に、ジャクソン軍を破ることができると信じていた。テイラーの部隊が破れたことで、ワシントンで北軍を指揮していたジョージ・マクレランは、公兵や騎兵がなければ、ポープにそれ以上援軍を送らないことにした。その翌日8月28日に、第二次ブルランの戦いが始まった。ありがとうございます。